さあ、それでは続いてはこちらのコーナーをご覧いただきます。イバキラナウのコーナーです。このコーナーではスカイプを使いまして、県内のみならず海外にまでつないで旬な話題をご紹介していきます。この時間は県内から4カ所からの中継です。まず最初は守谷市のアーカススタジオとつないでみたいと思います。アーカススタジオの杉山さん。はい、こんにちは。茨城 TV 開局おめでとうございます。ありがとうございます。はい、こんにちは、茨城 TV の石井です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちら守谷市のアーカススタジオ、杉山です。まず簡単にですね、アーカススタジオについて、ご紹介していただけますか。はい、アーカススタジオでは若手アーティストの登竜門として、海外から現代美術のアーティストを招きし、その滞在制作の活動の拠点となる、アーカス、スタジオなんです。なるほど。今日、ご一緒にご出演していただいているのもアーティストの方ということでしょうか。はい、そうです。トルコ人アーティストのオズギル・デミルチさんです。茨城にはいらしてからどれくらい経つんですか。約1ヶ月ほど経ちました。今も、制作を続けているということなんでしょうか。はい、その通りです。はい、そして今日なんですけれども、イバキラ TV 開局しました。ぜひ杉山さんから一言ご感想などいただけますでしょうか。はい、茨城 TV はインターネットを活用した、番組ということで、県内のさまざまな、活動や地域住民さんたちの情報が、きっとこれから放送されると思うんですね。でアーカスプロジェクトも、これからアーカス、私たちの活動をですね、茨城 TV の方で、ぜひ、活動を公開していけたらなと思ってワクワク期待をしております。はい、私たちも期待しています。どうもありがとうございました。ありがとうございました。守谷市のアーカススタジオから杉山さんと、中継をつなぎました。はい、さて続いては、はい、続いては常総市にお住まいのイバラキングこと青木さんと結んでみたいと思うんです。ではまず青木さんのご紹介をさせていただきますね。茨城県内でベストセラーとなった茨城じゃなくて茨城の著者でいらっしゃいます。1973年茨城生まれ、茨城在住の茨城人。現在フリーランサーとして活動する傍ら、ウェブサイト茨城王と書いて茨城キングを立ち上げていらっしゃいます。さあ、このサイトがなんと本当に面白いとファンがとっても多いんですよね。そしてですね、面白いグッズを作っていらっしゃるんですが、 T シャツでゴジャッペと茨城弁の書かれたゴジャッペという T シャツを販売されて、これがまた人気という。では青木さんとつながったようです。青木さん、こんにちは。茨城 TV 飛田です。よろしくお願いいたします。青木です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さて青木さん、これまでに茨城に関する面白い本を3冊書かれていらっしゃったり、またブログでも情報発信されるなど、茨城キングと呼ばれていらっしゃる青木さん、その青木さんから見て今回のイバキラ TV の開局はどのようにお感じになっていらっしゃいますか。そうですね、やはりテレビ局が唯一ないっていう、ちょっと後ろめたさも、この、インターネットで、ね、テレビです、茨城の魅力ってこの番組を通して流していただけたらなと思って期待しております。はい、ちょっと映像が少し聞き取れなかったところがあったかもしれません。失礼しました。でも青木さんの情熱は伝わってきました。ぜひこれからお世話になります。よろしくお願いします。ということで、はい、なんとイバキラ TV の中の茨城弁のコーナーをご担当いただく、ご出演いただくことにもなっていますが、それに向けての意気込みなどもぜひ教えてください。そうですね、私ゴジャッペリアっていう、茨城弁の方を出しまして、この本なんかからもですね、いろいろこの例題といいますか、そんなのをですね出題しながら楽しく茨城弁の方を解説していけたらなと思います。ぜひこれからもよろしくお願いいたします。青木さんの素敵なお顔は今度は茨城弁のコーナーでしっかりとご覧いただくことにいたしましょう。あ、お顔見えました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、これから楽しみなコーナーがありますよ。茨城弁のコーナーもありますから、青木さんとともに皆さん改めて茨城弁勉強していきましょう。さて、スカイプ中継はまだまだ続きますが、一旦こちらをご覧いただきます。
さて続いては大洗町からです。大洗リゾートアウトレット内にあります大洗まいわ市場の時和さんと中継がつながっています。時和さん、こんにちは。はい、こんにちは。イバキラ TV の石井です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。時和さん、お顔見せてくださいますか。はい、ありがとうございます。時和さん、まず最初に大洗まいわ市場について簡単にご紹介いただけますか。はい、大洗まいわ市場はですね、大洗近郊の新鮮なお野菜とか、あと茨城県の物産などを主に扱っているお店です。はい、そちらでいろいろな物産などが購入できるということですね。はい、そうです。はい、はい、ではまた今日なんですけれども、イバキラ TV 開局しました。はい、開局についてどのような感想などお持ちでしょうか。いや、まずめでたいの一言ですね。僕ら本当に茨城県内にその民間放送がなかったということをずっと課題にはしてましたので、これからですね、茨城県の話題をどんどんこのイバキラ TV で流していっていただければと思います。頑張ってください。はい、はいはい、ありがとうございます。はい、大洗まいわ市場では楽しいホームページがありますので、そちらもぜひチェックしてみてください。そして続いては、はい、続いては日立市からの中継です。日立市の地域 FM 局 FM 日立のパーソナリティ大田和さんと中継をつなぎたいと思います。 FM 日立とは日立市と東海村の一部をサービスエリアとする2010年2月28日に開局したコミュニティ放送局です。トークやミュージック、また楽しい話題をお届けしているラジオ局なんですけれども、ラジオといいますと去年の震災の時も地元の情報を伝え続け、いざという時に頼りになる存在でしたよね。私も去年はラジオ局で仕事をしていたんですけれども、震災後はラジオの情報に助けられましたという声を多くいただきました。そんな地域に密着したメディア、ラジオでパーソナリティをされています大田和さんとつないでいきたいと思います。 FM 日立の大田和さん。はい、こんにちは。こちら大田和です。イバキラ TV のあやです。よろしくお願いします。 FM 日立の大田和あやです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。大田和さん、そちらの FM 日立について、はい、まず簡単にご紹介いただけますか。はい、今ご紹介もいただきましたけれども、こちらは日立市助川町にある FM 日立本社スタジオから、私はランチボックスという番組を担当させていただいているんですが、はい、82.2MHz でここ日立市から地元の情報、はい、そしてお知らせや、そしてスポーツなどで活躍している方などをご紹介するコーナーなどもあるんですが、はい、こんな感じで地元の情報を元気に発信している局です。なるほど、わかりました。はい、ではですね、このイバキラ TV の開局、大田和さんから見てどのような感想をお持ちか一言いただけますか。はい、開局おめでとうございます。ありがとうございます。私たちは映像ではなく音声ということで、ラジオということで情報を発信させていただいているんですけれども、はい、イバキラ TV さんは映像も一緒にということで配信されるということで、県内の皆さんに情報をまた映像でもお届けできるという魅力があると思いますので、さらに皆さんにこう情報提供が広まる、住みやすい茨城になるといった感じで、とてもいいと思います。はい、わかりました。大田和さん、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。頑張ってください。はい、ありがとうございました。というわけで、ここまでは茨城県内4カ所と中継をつないでいきました。最後の中継先はなんと海外です。なんとバヌアツ共和国というところになるんですが、そのバヌアツ共和国どこだか皆さんご存知ですか。名前は聞いたことある、でも場所はどこという方いっぱいいらっしゃると思うんです。私も先ほどちょっと調べましたらば、オーストラリアの隣の南の島です。その南国バヌアツ共和国から投稿動画が届きました。まずはこちらの映像からご覧ください。茨城県牛久市出身、相川龍です。高校生まで茨城で育ちました。茨城の美味しい野菜を食べて、大自然の中で遊んで、すくすくと育ちました。そしてアナウンサーという夢をつかんで、12年間テレビの中で刺激的な毎日を送りました。現在は人生のパートナーと出会って、バヌアツ共和国、ここなんですけれども、ここで暮らしています。親善大使として今頑張っています。ちょっとバヌアツ遠いですけれども、ここから茨城にいつ
つも応援メッセージを送っています。ここにいても茨城のことが恋しいです。茨城の美味しいお米が食べたいです。茨城の野菜、お米、本当に自慢できると思います。皆さん頑張ってまた美味しいもの作ってください。バナーズ人もみんな応援しています。頑張れ茨城、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 頑張れ茨城。はい、笑顔いっぱいの動画でしたね。それではこの動画を投稿していただいた相川さんと中継がつながっています。相川さん、こんにちは。はい、こんにちは。イバキラ TV の石井です。よろしくお願いします。バヌアスの相川です。わー、たくさんの人とありがとうございます。みんな、バヌアスのみんなもいます。はい、今そちらは何時なんですか？あのバヌアスは日本より1時間早くて、今もうすぐ3時になりますね。2時40分ぐらいです。はい、2時間早いということで、そのバヌアツ、南国ですからね、とても住み心地の良いところだと思います。ですから相川さんの笑顔もとっても素敵なんですが、さて相川さん、牛久市のご出身と伺っています。でも現在はバヌアツにお住まいということで、あら、どうしてバヌアツへと行かれたのでしょうかということをちょっと教えていただけますか？はい、実は結婚しまして、旦那さんがバヌアツで働いてたんですね。それでバヌアツに住むことになってしまったんですよね。実際にお住まいになってみて、バヌアツ共和国とはどういうところでしょうか？住み心地など教えてください。はい、バヌアツは、いわゆる皆さんが想像する南の国で、海が綺麗で暖かくてのびりしてっていうところなんですけれども、もう本当にもう人もね、かってみんなフレンドリーな人たちもいて、仲良くしてもらって、ストレスがない毎日送っています。なんかもう日本に戻れないかもっていう感じですね。もうそんな南国から応援メッセージありがとうございました。これからもぜひですね、また動画など送ってください。はい、今日はどうもありがとうございました。はい、茨城応援してます。さよなら。ありがとうございました。さて、このように気になる情報をキャッチしましたらば、県内のみならず海外にまで中継をつないでいきますので、皆さんこれからも楽しみにご覧になってください。以上、イバキラナウのコーナーでした。